イガーシャークのジャングルラグーンへようこそ。今日はスタントゾーンでのエキシビションマッチ。モンスタートラックチームがホットウィールカーチームに戦いを挑みます。モンスタートラックアイランドでの大会を前にした最後の対決となります。よう、トラックども、ちっぽくな奴らをひねりつぶしてやろうぜ。ああ、もちろん俺たちトラックの勝ちだ。モンスタートラック1台がホットウィールカー2台と対戦します。炎のリングを通り抜ければポイントを獲得。総合ポイントで勝敗が決まります。受けてたと、最強のチームを連れてきた。やってやるぜ。始めましょう。タイガーシャーク RV there yet ワープスピーダー、ホットウィールスタート。おっと、タイガーシャークの反射神経が速すぎて肉眼では分かりません。スローモーションで見てみましょう。トラックが1ポイント先取。俺様より早くないと勝てないぜ。次誰が行く？俺だ、任せてくれ。サクッと終わらせるぜ。デモデルビー、クワッドロッド、トゥートゥインミル、ホットウィールスタート。うほほー、デモダービーがホットウィールカーを弾き飛ばした。コッパみじんです。トラックが2ポイント目をゲット。気合はいいがスピードが足りないぜ。メガレックス出番だ。ブー、ぶっ壊してやるぜ。メガレックス、ロードバンディット、ハイローラー、ホットウィールスタート。おお、メガレックス、一体どうした？ホットウィールカーがワンツーコンボで恐竜に襲いかかりました。見かけ倒しだな、怖くないよ。トラックが2対1でリード。わー、覚えとけ、ボーンシェイカー、頼むぞ。あいつらが俺に勝てるわけがない。ボーンシェイカー、カーボネーター、バーンズ・オブ・スティール、ホットウィールスタート。ボーンシェイカーが本領を発揮、世界を救うかのごとく炎のリングをくぐり抜けました。はっ、そのバンズをカリカリに焦がしてやった。トラックが3対1とリードを広げます。よし、ビッグフット、お前の番だ。ぺちゃんこにしてやるぜ、一台も残らずにな。ビッグフット、マッテル・ドリームモビル、テカネーター、ホットウィールスタート。ドカーン、まるで月面でクラッシュしたようだ。ビッグフットとホットウィールカーが激しく衝突し、空高く打ち上げられました。トラックが4対1で勝利です。その意気込みは買ってやる。このままじゃ終われない。モンスタートラックアイランドでリベンジさせてもらう。頑張れよ、運がないと勝てないぞ。確かにその通りです。それでは本部から最新情報を。モンスタートラックアイランドでの大会が近づいてきました。伝説のタイタンタイヤスタントゾーンで、モンスタートラックとホットウィールカーがスタントやレースで戦いを繰り広げます。では実況をどうぞ。次はタイガーシャーク主催のモンスタートラックによるレースです。スタートしてジャングルのツルを抜けたら、タイガーシャークの恐ろしい顎をくぐってジャンプ、ビーチを駆け抜け波打ち際がゴールとなります。最後まで勝ち残ったモンスタートラックがタイタンカップを手にします。それでは第1回戦。ホットウィールスタート。始まりました。シャークリークがツルをかわし先に抜けますが、サメに噛まれて脱落。
無難に波打ち際へと駆け抜けたタイガーシャークがフィニッシュを果たしました。恐怖を味わうがいい。ホットウィールスタート。あったよ。デモダービーはジャングルの鶴をかわせませんでした。モトサウルスは難なくコースを走り抜けてフィニッシュ。これがダイノマイトだ。ホットウィールスタート。これは写真判定です。熾烈な争いとなりましたが、最後はビッグフットが回転しながらタイヤの差で勝利をつかみました。いつでも踏みつけてやる。メガレックス。ホットウィールスタート。おっと、ボーンシェイカーが橋の手前でメガレックスを弾き飛ばした。ボーンシェイカーが準決勝に進出。メガレックスはサメの歯にまみれて眠りに落ちました。ボコボコにしてやるぜ。これより第2回戦に進みます。タイガーシャークモトサウルス。決勝に進むのは俺だ。勝つ秘訣を知ってるからな。俺のトゲをくれ。ホットウィールスタート。なんという逆転劇でしょう。リードしていたモトサウルスがフィニッシュ直前で横転。タイガーシャークが勝利をものにしました。正真正銘の恐怖を味わうがいい。ビッグフット、ボーンシェイカー。なあお前、泳ぎ方を知ってるのか。勝ち方なら知ってる。楽しみにしてな。ホットウィールスタート。これは痛い。ボーンシェイカーはサメの顎に捕まってしまったようです。ビッグフットが決勝戦に進みます。あいつを踏みつけてやった。ついにこの瞬間がやってまいりました。タイガーシャークの難しいコースを攻略した2台がタイタンカップまであと一歩と迫っています。大きく早く、まさにタイタンカップにふさわしい1台。その全てを捧げて生きる伝説になれるのか。ビッグフット、戦いの中で自らの道を切り開き、常にその先を目指す、まさに恐怖の一台。それがタイガーシャーク。
お前のホームコースかもしれんが、これは俺のタイタンカップだ。いずれわかるさ。コースの外のサメの歯にも気をつけろ。ついに勝者が決まりました。ではもう一度、苦労して鶴を通り抜けた両者。しかしビッグフットはサメの顎に引っかかり川に落ちてしまいました。そしてタイガーシャークはタイタンカップの歴史に名を刻みました。タイガーシャークさん、お見事でした。勝てた理由は？今日の試合に集中したことだ。みんなも頑張ったが、ジャングルラグーンへの準備が足りなかったな。この勢いならモンスタートラックアイランドの大会でも限界を超えられるでしょう。俺のようにジャングルラグーンを征服するのは誰だ？確かめよう。ということです。頑張って。モンスタートラックが山積みです。ホットウィールカーは2倍でスタート。サメの餌がいっぱいだ。まさにバトルロワイヤル。トラックの勝利。そりゃそうです。さて、今日のレースはここまで。タイタントーナメントは続きます。Demo Derby takes a big lead over... It's moving so fast I can barely keep...